さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて青龍会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東条会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会、今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今、その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか。おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと。はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか。関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか。先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後行方をくらました犯人たち、不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいに。それにしても
お前がここに戻ってきしまうとはな。それも大勢連れてきやがって。申し訳ありません、村長。お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがるけどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。ほんと顔はおっかねえけどな。二度言わんでくださいよ。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな、春日。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。海老名の動きは早い。ネレトの廃棄物処理計画が稼働すれば多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。ええ。ご無沙汰してます、春日さん。久々の日本はどうです？日本？なんで俺が日本にいると思うんだ。さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので、大方桐生さんもご一緒でしょ。桐生さん、何のこって。何のようだ、海老名。桐生さん。いい、春日、俺らが合流してることくらい海老名の想定の範囲だ。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。あとついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。頭。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか。全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけですよ。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。沢城、どうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしめみたいな真似までしやがって。復讐。さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は。俺のことは構うな。ああ失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。
もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。ではお人質で釣ってきたけ、俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ、計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ、沢城ってのは。ならお前が行かねえわけがねえ。なーに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろ。いや、どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元青龍会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを日本政府が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。発表に先立ち、元青龍会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発、本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体バレカナ代表グライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。あの野郎、第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする？二手に分かれよう。危険だが、どっちかをほっとくってわけにはいかねえ。カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれねえか。お前はハワイでブライスを止めてくれ。何かあったんですか？少し二人で話したい。あくまで憶測だが、海老名の出生についてだ。海老名の？向こうで話そう。先に行ってる。あの、うん、いえ、どうした？ありがとうよ。一番。ねえ、
うん。おう。おう。マジか。さっちゃん、ありがとうよ。ううん、ええ、ああ